ペトリナナペトリカメラとはかつて存在した日本のカメラメーカーである。社名は輸出を考慮して新約聖書の聖ペトロから命名された。1907年に栗林製作所として創業。1917年に栗林写真機械製作所に名称を変更し写真機の製造を開始した。日本では小西録写真工業に次写真機メーカーとして 参入し、スプリングカメラや二眼レフカメラを製造。ミナカー商店がそのブランド、ファーストで販売していた。戦後はミナカー商店と決別した。1959年10月にペトリペンタで一眼レフカメラに参入。1962年7月にペトリカメラに称号変更した。1960年代にはニコンのカメラと機能は一緒で、 価格は、ハンネという安価な製品を主力に据えたが、カメラが高価な動楽品という時代でもあり、かえって安かろう、悪かろうというイメージが定着してしまった。この時期の製品は、ペトリ V6 に代表される独創的で斬新なデザインやメカニズム、そして破格の安さで知られる。前述の悪いイメージなどの結果他社との競合に負け、 さらに末期は労働葬儀によるサボタージュ等によって生産ラインも地帯し1977年10月に倒産した。その後労働組合がペトリ工業株式会社として存続させ最終モデルとなるペトリ MF10 を送り出すものの球体以前のスクリューマウントで電子化が遅れたカメラには全く競争力はなく1980年代今つの オートフォーカスカメラブームの中でカメラ業界から撤退した。会社自体は現存しており、埼玉県北勝鹿郡杉戸町で双眼鏡の OEM 生産を主業務としている。ありがとうございます。